単独最強キャラだった X メタと、即死などが目立つも総合的な性能は落ちた今のメタナイト。だがその中でも荒野スペシャルでも X に劣らず光る技が一部ある。その中の3つの性能を X と比較してみる。最弱ランキングでも紹介した X メタの弱、乱れ斬り。以前紹介した通り前、後ろ、上方向に反響が出る単発の弱烈技で、基本的に前方向は割り込まれるのであまり使い物にならない。後ろは前より反省が出る頻度が少ないのでもっと使えない。唯一マシなのは体重枠で相手次第ではこれが一番割り込まれます。当たり方次第では下島などに繋がる可能性もある。発生は7Fと弱の割に遅いので普通に横手を使った方がいい。フォーマルダルジーに、剣を前方のみに振るようになり爆裂フィニッシュも追加。モーション的にはスパベラの弱烈陣より鏡の二陣ソードの方が使いか。後方への反省は早めになったものの、前方ではこれ割り込まれてフィニッシュまで繋がるので扱いやすくなった。縦範囲は割りと X に近いので一部相手の崖つかまりに当たったり、縦上がりジャンプを買ったり等ができる。呪術にはタビルがあるのでその場合バリとしては確実ではない。ダシットにしてだけに EF に合わせることもできる。ただ単発不思議なのか変わらないためリターンバック割りに一部が互角、X ほどじゃないダメが多用できる性能ではない。スペシャルのリバルジに、ヒット封鎖威力が弱く、吹っ飛びも弱いが少しマシになっている。高速力が上がりセンターの後で抜けられたり、一部相手に割り込まれることが少なくなった。発生が7から 4F になりやっと弱らしい発生になったか。最短のセンター F は61から54になり多少は腐りの率も減ったか。X の OS が、旗振り3000、マウンに瞬時に3回切りつける。色気やスピード範囲はそこそこで落手から出すかよく滑る。対空にもそこそこリーチはあるが、初段で上に浮かせるため先端で当たると使ってしまう。また低い位置への判定が薄く密着しないと当たりにくい。しかも吹っ飛びもいまいちで斜めに飛んだ場合に 100% 程度も撃墜できないことも、発生は8とそこそこだが、地上シャトルや空にがあるのでガーテン撃墜はほどなかった。棒の旗振り3連。X はひねりながら振っていたが棒は本当に旗振りのように振る。威力は X と同じだが吹っ飛びが格段に上がりバーストでそこそこ使われるようになった。対空範囲は狭まっているものの、多段部分で浮かなくなったため先端でもフルヒットしやすくなった。大ネタにありがちなエフェクト詐欺で前の先端に反省はない。低い位置は X より当たりづらく密着しても当たらないことが増えた。スペシャルの旗振り3連、ダメージが 3% アップ。他はそうとほぼ同じ。吹っ飛びは少し落ちたか。X の空砲空中後ろ3連、空前より全体 F は長いもののリーチが長く、吹っ飛ばしもそこまでではないが空前より強め。 X は超限最速から出せばキャッチ式が出ないため切りやすく、キャッチ式自体も 12F と短いため突破した連携でも使われた。そんな後ろ3連、右から目に痛めが不確かになりたての範囲が実際狭くなっている。威力は 7% まで下がり、キャッチ式は 18F まで増えて、超限最速出しから引きを消せなくなっている。しかも横に切り込まずに初段を当てると結構な確率ですっぽ抜けてしまう。その分3段目の吹っ飛びはピート伸び 30% 以上の早期に撃墜できるように。さらにオートリンクの使用が強く、中高下から2段目までをかす当てすると相手を落とすことができる。復帰都市で活用したり、ダウン展開に持ち込むこともできるため、 X よりも固定の強い技。スペシャルの後ろ3連、アプデで威力が 1% 改善し、縦範囲はともかく、横リーチが増加し X 以上になった。踏み込まない場合やはりすっぽ抜けはあるが、5より課題で有効射程が長くなった。吹っ飛ばしは4と同等で遺伝強い。キャッチ式が 11F まで下がったため、オートリンクがより活用しやすくなり、立ち回りでも振りやすくなった。終わり。